田さんからいただきましたが、うん、集計といえばピボットテーブルかと思います、うん、集計する時の注意点を教えていただけないでしょうか、うん、本当に正しく集計されているか不安になる時があります。あそう、心配性なんですかね。心配性なんですね、うん、不安になったら電卓で計算するって手もありますけどね。なるほど、それも不安ですよね、うん、でもまあ、その集計云々よりも不安になりますのところで言うならば、これは割とよく言われる話なんですけど、二通りの計算をして同じ結果になれば合ってるよっていう、よくそういう考え方があるんで、例えばですよ、ピボットテーブルでやりました、結果が出ました、本当にそれが不安であれば、じゃあ今度ワークシート関数で計算してみて一致するかな、あるいは VBA でマクロでやってみて一致するかなっていうふうな別なやり方をして検算するっていうのも、まあ一つの手ですけどね。ただなかなか一つの計算を2種類でできる方がそういないですけどね、はい、まあそこはじゃあ我々上級者はどうやってるのかっていうと、いちいち検算なんかしてないんですよ、うん、我々はプロセスが合ってれば答えは絶対合ってる、うん、やり方さえ間違ってなければ答えは絶対に合ってるっていう、やり方が合ってるか間違ってるかだけしか考えてないですね。なるほど、なので、はい、もし不安になるときはそこに注力するようにしてください。で、注意点っていうのは、まあ、先ほどからお話ししているようなことですよ。いかにきれいに元データ作るかです。もうそこにかかってます、なるほど、はい、米田さんありがとうございます。きれいに元データ作るときれいな結果出ます、うん、はい、その過程を大事にということですね。そうですね、はい、楽しく使っていくというところでした、はい、ありがとうございました。なんか随分いっぱい、はい、来てますね。世の中から卒業をなくす救う。